こんにちは、赤い夫婦です。今日は、単なる出会いを特別な出会いに変える方法、これについてお伝えしたいなと思います。僕たち夫婦のところにはですね、いろんな、メール、または質問などが届くんですけれども、そこで、特に多いのがですね、せっかく、異性と出会ったのに、全くですね、友達から発展していかない。まあ、ただ出会う。つまり単なる出会いで終わってしまう。っていう質問が結構多いんです。この単なる出会いに終わらずに、こう、その後ですね、例えば、恋人になったりとか、パートナーの候補になったりとか、パートナーになったりとか、結婚相手になったりとか、そういった形で単なる出会いをですね、特別な出会いにしていく方法っていうのが、今回お伝えしたいなというテーマなんですね。で、これ面白いんですけれども、ただ出会うだけでは、なかなかその出会いっていうのは発展したりとか、二人の関係がこう深くなっていくことっていうのは難しいのが現状だと思います。よくですね、数打てば当たるみたいな形で、あそこの、場所にも行ったりとか、こういう会合にも行ったりとか、こういうパーティーに行ったりとか、こういう交流会に行ったりとか、合コン行ったりとか、とにかくね、数当たらなきゃいけないんだよっていうことを聞いて、実際に行ってみて。まあ、丸くもないんだけど、そんな良くもないみたいな。まあ、メール交換したんだけど、その後、あえて連絡をして食事に行くほどでもないみたいな。そういうことってありませんか？これって、単なる出会いで終わってしまっているということなんです。この単なる出会いを、こう、特別な出会い。つまり、あなたと、その相手がいて、その相手の距離を、こう、深めたりとか、以前よりも縮めていく。つまり、こう、近しく、親密度を持って、その出会いを発展させていく方法ということが、今回お伝えしたいテーマなんですね。で、この単なる出会いを、特別な出会いに発展させていくには、実は、コツっていうものが実は存在するんです。そしてこのコツを、心得ているとですね、これ、例えば、恋人とかのこう出会いに、まあ、にも、活かすことができますし、例えばビジネスパートナーとか、自分の、仲間とか、友達とか、まあいろいろですね、こんな、理想的な仲間と友達と仕事できたらいいな、そういう仲間と共に過ごすことができたらいいなっていう時にも、実は、応用が効きます。ということはですね、普段日常的に家に閉じこもっていない限り、出会いっていうのはあるんですね。なぜなら、道に出ていけば、まあ、無人島だったりとかですね、本当にこう山奥にこもっていたら別ですけれども、誰かがそこにいて、誰かとこう、すれ違ったりとかですね、誰かと何か交流があったりすることっていうのは、日常的によくあることだと思うんですけど。でもその日常的にある単なる出会いですよね。その単なる出会いが、どのように、こう自分の欲しい結果、つまりこう理想的なパートナーということですけれども、という出会いに発展していくのか。これはとても実はすごく気になることだと思うんです。で、このことについてはですね、あるコツっていうのを今回お伝えするんですけれども、このコツっていうのは実は僕自身が、今、結婚してうちの奥さんと出会った時に、実はそのコツをね、使ってたんです。これはね、後で自分が、結婚したことを振り返った時に、なぜ、うちの奥さんがですね、当時、僕よりも年収を数倍、稼いでいた奥さんが、僕を選んだのかとか、まあ、彼女は年上っていう条件があったりとか、様々こう条件があったんですけども、すべての条件僕ね、該当してなかったんです、当時。で、その該当してなかった僕を、なぜ、まあ、恋人として、パートナーとして選ぶというきっかけになったのか。これは実はですね、今回お伝えするこう単なる出会いを特別な出会いにする上での方法のコツを実は僕は実践していたってことに気づいたんです。で、このことを実践するとですね、
例えば今気になっている人がいたりとか、今仲良くしたいなという人がいたならば、ものすごく有効です。そして、普段ですね、いろんな出会いとかチャンスとかご縁があるんですけど、そのご縁やチャンスを活かせない人たちにとって、ここでお伝えするコツを、まず知って、それを、習得して、実際の生活に活かす。そうするとですね、面白いようにですね、自分が求めてた以上のですよ、求めている以上の出会いに恵まれることがあるんです。これをね、ぜひね、お伝えしたいなと思って、今回この単なる出会いを特別な出会いに変える方法を、お伝えしたいなと思ってます。でですね、開催、日時はですね、8月25日水曜日、今回ですね、平日開催ということで、平日の夜ということで、平日開催ありませんかという声もありましたので、8時から10時ですよね、ということで、開催 しようと思っています。で、前回ですね、お昼間に、日曜日のお昼間に、オンラインセミナーやってみたんですけれども、そこで、1時間の予定をしてたんですけれども、やはりもう少し長く、オンラインセミナーの内容を聞きたいとか、当日、チャット機能を使って質疑応答をするんですけれども、その質問する時間を欲しいということで、今回ですね、ちょっとバージョンアップというか、ボリュームアップしてですね、2時間のセミナーで、構成することにしました。前回は1時間だったんですけれども、今回2時間、取ります。それでセミナーの内容もお伝えしますし、質疑応答の時間もたくさん取ることができます。意外とですね、チャットで質問するとですね、盛り上がるんですよ。で、それ盛り上がっているのを、こう、見てるのも結構楽しいんですけれども、ぜひですね、そこで、気になること等ありましたら、すぐに質問できるようになってますので、このオンラインセミナーを、活用していただけたらいいなというふうに思っています。で、価格はですね、参加費の価格としては、5250円。これは前回と変わらず、1回の、飲みに行く、平均価格が5000円というふうに言われています。この平日8月25日の水曜日、1回ですね、会社帰りに飲みに行くというものを逆に自分の人生をより良くする上で効果的なものに、投資してみる。それを使って自分の人生をより良くしてみるという方に、使ってみてはいかがと思って、この価格に設定させていただいています。それではですね、こう単なる出会いを特別な出会いに変える方法を今回皆さんと一緒にセミナーを通じてお伝えできること、僕はね、特にワクワクしてるんです。これね、僕自身の実体験から、得てきた、内容を皆さんに分かりやすく、すぐに習得できます、すぐに習得できる方法としてお伝えして、そして実生活で役立てていただきたいなというふうに思ってるんです。今までですね、こう、パッと会って単なる出会いで終わっていた、例えば異性との出会いがあっても、なかなか出会いに発展しなくて単なる出会いに終わっていた人が、これからですね、こう特別な出会いに発展させていく方法、またはですね、自分が出会いにより恵まれやすくなる方法、この出会いにより恵まれやすくなる方法っていうのは、実はチャンスとかご縁、これらにも恵まれやすくなる方法になることなんです。そういった意味ではですね、あなたのですね、出会いの体質を改善させる、つまり出会いとの体質改善を行う上でも、この方法を学ぶ、そして習得して実践するということは、とても有効なことだと思っています。それではですね、8月25日水曜日夜8時からです。夜8時から10時まで行います。このタイミングであなたとお会いできることを楽しみにしています。それでは、オンラインセミナーでお会いできることを楽しみにしています。それでは、失礼します。お会いできることを楽しみにしてます。